はい、こんにちは、ズイフーさんです。今日はね、横浜流星さんのね運勢を見てみたいと思いますか。以前ね、やってるんですが、今回ね、コロナに感染してしまったということでね、果たしてね、どうなのかなということでちょっともう一回ね見てみました。早くね回復されて退院されることをね願いたいですね。パッと見た瞬間ね、やっぱり人の出入りするところとか、そういうところにその特徴がありますよね。こういう方ってね、変わったところに出入りするっていうね、特徴があります。例えばね、こういう配置の方でね、新宿2丁目行きますよ。新宿2丁目で 何するんですかっていうね、あの話聞くとね、ゲーバーに行くって言ってね、ゲーバーに今ハマってるとかね、そういうこと言ってるんですよね。だからやっぱり前回ではね、おばさんいじくりとかって言ってましたけどね、その面白い、面白くしくそのおばさんをいじくりますっていうね、そういう意味なんですよね。だから普段の生活の中で退屈しないようにする、面白い生活をする、面白い奥さんを選ぶ、非常にね、横浜流星さんのお母さんがね、非常にユニークな方ね、ですから奥さんにね求めるものはユニークさ、面白さ、退屈させてくれない、ね、楽しさっていうね、そういうことですよね。そういった意味でね、ちょっと人より変わった場所に行くので感染というねリスク高かったのかなと思うことと、あともう一つね、どっちかなんですけど、お酒飲む方多いんですよね。お酒飲む方非常に多くてね、月、週、3、4回行くとかね、そういう方はやっぱ多いです。それか、全く行かないっていう人だったら、教会とかね、あとお寺とかね、神社とかね、そういう神様的なところ、宗教とかね、そういうようなところ、そういうところにその出かける方非常に多いです。そういうところで人の集まるところにそのいて感染という可能性がね高いのかなとかね思ったりしました。そしてね、もう一つ、家ではじっとしてない方です、ね、何かしらその忙しく何かをしている、だからね、主婦だったらね、もういつも自転車でね、スーパーはしごしてスーパーのチラシ片手にね、している方ってね、こんなような感じの方多いです。なんかね、バタ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 しててね、サザエさんですかみたいなね、そんな感じはね、しますよね。ですのでね、以上の3点。またね、これね、滝田さんとはね、AKB の滝田さんとは、ちょっとね、違った形になりますよね。ちょっと違う。滝田さんは家を、自分の家をね、集会にするみたいなね、集会場にするっていうか、もう多分ね、部屋に鍵かけてないと思いますね。そういうことで人の出入りが多いっていうね、ことで人がもう自由に出入りするっていうね、で人ともう接触しやすいってことでね、もう非常に人の中にスッと入っていけるっていうね、そういうようなことの理由です。全くこう別なリスクがやっぱりね浮かんでくるんだなっていうねことは思いました。ですのでね、とにかく早くね、回復して戻ってきてもらいたいと思います。
で、その私生活の面白さ、これをね、もしかしたらね、トラさんみたいに喜劇王になるかもしれませんということですよね。志村けんさんもこういう配置ですしね、ダウンタウンのまっちゃんもこうです、ね、恋愛は抜き、ね、ですからジャッキー・チェンの水拳のようなね、ギャグを入れたりで、ね、アクションしたりギャグを入れたりっていうね、そういうようなね、役もできます。もちろんブルース・リーだけっていうね、笑いなし、ね、恋愛なし、ね、ただチンピラが来て倒す、ね、全米チャンピオンを送り込まれて倒す、コロッセウムでっていうね、それだけでもいいです、ね、とにかくね、今後の活躍がね楽しみですね。まあとにかく早くね、治って退院してもらいたいと思います。それでは今日はこの辺で。それでは。